ング食べないんですか？あ、来ましたか、その質問。昨日名言でも答えたんですけども、あのリベンジします、頑張って、あの年内できれば、うん、ね、年内できればリベンジ。だから買っとくわ。なくなっちゃうよね、きっとね。でもあれ、ツヤばかったよ、本当に。本当にあれね、冗談抜きでおすすめできないから、並走とか考えない方がいい、ペコ。おすすめのおの字も出ないほどやばい。次はね、一口目書き込んで食べるわ。ちょっと日和りすぎて、辛さ、辛さをさ、もう味わっちゃったのが良くない。それがね、多分ペコーラの範囲。だから年内、うさぎ年までには、あれしようかなって。お尻の状態、名言以外でも教えてもらえませんか？なんかペコーラさ、ムーナにリプライしたのがさ、意味がなんか違ってたみたいでさ、ペコーラ的にはお尻熱くなるよみたいな感じの意味にしてたんだけど、なんか変な感じになってたみたい。後々知った、お尻のさ、あの穴とは言えないやん。だからお尻っていうのでさ、表現したんだけど、なんか変な感じになっちゃった。英語は難しいペコだ。マジさ、あの後さ、麺洗ってね、食べた後ね、麺洗って、しじみにして食べたんだけど、まあ、次の日普通にお尻辛かったもん。てかなんかね、変な感じだった、お腹が。胃がムカムカするわけじゃないペコだけど、なんかね、変な感じすごかった。牛乳の飲みすぎや、それもあったのかも。でも辛かったんだもん、どうしても。もう飲まなきゃやってられない状態だった。汚い話になっちゃうペコだけど、ほんと、おトイレとお友達状態だったよ。でもずっとじゃないけど、食べれなかったよ。もうなんだろ、チヂミでもお腹いっぱいになったし、チヂミもちょいピリ辛だった。あれを食べれる人は本当にすごいなって思う。ペヤングの案件もらえたらどうする？でも辛いやつで案件になったらガチでさ、ずっとかも言えなくなるんじゃないの？やばいって。喜んでやらせていただきたいけど、リアクションはペコちゃん正直よ。あの辛さを、うん、美味しいですとは言えないぞペコーラ。むしろリアクションしてもらえた、あ、そっちか。